でですね、ここで、はい、なんと素敵な嬉しいコメントが、おー、コメント、はい、来ておるんですよ、ある方からのメッセージ来ておりますので、よろしくは皆さんご覧ください、どうぞ。おー、番組をご覧の皆さん、スタジオの皆さん、こんばんは、リサです。イエイエイ。8年前からソードアートオンラインに関わらせていただいてるんですけど、毎回毎回シリーズごとに、どんな冒険がまた始まるんだろうって思いながら、私自身もすごくワクワクしながら楽しませていただいています。そしてソードの中の子たちがなんかもう、あの子来た、今度あの子来たみたいな、なんかこう友達に会いに行く感じというか、毎回みんなに会えて嬉しいなと思います。マザーズロザリオ編が私の中ではすごく思い出深い作品なので、その中でもゆきちゃんが私は好きです。アスナがお母さんに反対されてでもみんなのことが好きで泣きそうになってるゆきちゃんはゆきちゃんで、そうずっといろいろ隠してだけど、アスナのことを思って、何それっていう信頼関係というか、だけどそのけなげな姿にすごくこう勇気をもらったり、なんか自分と重ね合わせたりとかしてたくさん泣きましたね。3クール目のエンディングとしてアンラスティングを書いたんですが、アンラスティングが最後に流れても大丈夫なようになってます。はい、まだまだ続いていくソードアートオンライン、アリシテーション、モーブ・アンダーワールド、その先の物語も劇場版ソードアートオンライン、プログレッシブ、星なき夜のアリア、希望があるといいですね。はい、皆さん最後までお楽しみに。わー、すごい、嬉しいね、本当に、ね、もうここはすぐ素直に感想言っていいよ、うんうん、そうだよね、うん結局ね、リサさんの、いやだって僕らからしたら、うん、だって大先輩ですよ、そうだ、うんね、だってずっと関わられてる方の一人だし、途中涙ぐまれてたもん、ね、本当に、ね、もうあれで自分泣きそうになっちゃったもん、ね、どうだった、それだけの本当に思いがあってやってくださってるんだなっていうのもものすごく感じたし、うんうん、やっぱりリサさんが本当に今までのソードの楽曲で携わってくださって本当に良かったなって思います、うんうんうん、ラスティングも大好きだよ ね、 ね、すごいいいですよね。この後の放送でアンラスティングがどういうどっからかかってどうなるかも ね、 ね、確かに超見どころじゃないですか、ね、そう、最後にかかってもいいよ ね、 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 ね、じゃないですかこれ、楽しみだな、はい、そしてそんなね、リサさんが歌うエンディングテーマアンラスティングはデジタル &CD で絶賛配信中です、皆さんぜひ絶対聴いてください、よろしくお願いします。そして、はい、もう間もなくか最終回の放送になりますが、はい、どうですか、ちょっと注目ポイント、じゃあせっかくなんで今回ある意味主人公的に務めげてくださったかやさん、最終話のでも見どころとしてはアリさんもちろんなんだけど、やっぱアスナかな、見どころって言われて、一言でって言われたら私はアスナって言っちゃうかも、っていうことがね、本当、あとは、うん、でとある人が、うん、そう、そう、登場するシーンがね、めちゃめちゃ気合い入ってるのを感じたから、ね、アフレコの時から素晴らしかったから、そこすごい私自身も楽しみだなって思ってるし、あとはね、やっぱベクター、ベクターにも注目かな、すごいですよね、もうなんか一言一言がもうなんか、そうなのよ、怖い、石田さんのなんかね、すごいもういいとこ全部乗せみたいな感じの、すごいかっこいいけど恐ろしくもあり、狂気がなのにも、そうなの、すごい喋ってるわけじゃなくても、ゾッとするもんね、ベクターが一言喋ると、本当に、なんか柔らかい声で、なんていうの、あの闇にこう包まれるかのような、てかこう引きずり込まれるっていう方が正しいのかな、なんかまさにアリスとしてもそういうシーンがあって、ちょっと隣でお芝居一緒にしながらゾクゾクってしちゃうようなシーンもあったから、ぜひそちらの方も楽しみに、この後すぐよろしくお願いします。はい、はい、シリアスな話が続いてきましたが、はい、ここで一個空気を変えましょう、ゲームコーナーでーす、はい、題してですね、なんと、義継を救え今日だけキリトの世話役選手権、おー、はい、何が起こるの、何が起こるの、
ですね、まあ、先ほどの V でもちょっと揉めてましたキリトの世話役問題でございますが、まあ、今日限定で誰がキリトの世話役にふさわしいのか、ここで対決して決めちゃいましょうということになります。はい、で、うん、今回はですね、浪人いや申し訳ない、はい、あのなんかね、台本上はね、うん、先輩やぞって二人先輩だからそうですね、お前は今日はちょっと進行に回れと分かりました、書いてありました、先輩やぞって、先輩やぞね、まあまあ我々先輩方のお手伝いを、いや、あのでもお二人が言ったわけじゃない、そうやな、完全に忖度が働いただけなんで、確かにでもそうだよね、こう今回は、うん、アスナ対アリスということで、はい、対マンで決着をつけていただきたいと思います。なるほど。で、本当申し訳ないんですけど近藤さんと石原さんには、はいはい、僕がですね、そろそろ現世に帰ってこられる時間がリミットで、あ、なるほど、帰らなきゃいけないんですけど、なんと、確かに、はい、ちょっと見えなくなってきてる、でしょ、ちょっと薄くなって、あれ、信長の声がなんか途切れ途切れになってる、はい、だんだん薄く、あれ、これ託すから、はい、いただきます、はい、じゃあ僕の台本、ありがとうございます、頑張ります、リハか、リハに行くんだろ言うなよけどごめんな、ごめんな、結局普通に復活したお前に会えなくて寂しいけど、本当だよね、うん、本当に寂しそうだよ、またなんかね、ありがとうね、この間酔っ払って前後不覚になってもう半分寝ちゃってる時に試しにキリトって呼んでみたら、そこだけ急にユージよって返事したのが、嬉しかったよ、全然覚えてない、よしすぐって言うのもね、あんま返事してくれなかったのってことで、じゃあみんなまた帰ってくるから、どんなエピソードじゃあ行ってきます、ありがとうございます、頑張ります、ということで信長さんが帰られてしまったので、ここからは私たち2人が頑張っていきます、3つのアトラクションに挑戦する障害物レースで対決してもらいます。はい、アニメのキリと同様覇気をなくしてしまった松岡さんには、うん、3分で爆破してしまう風船が今持たされています。制限時間内に3つのアトラクションをクリアして、うん、松岡さんの元にたどり着けたら、うん、風船の膨らみは止まりクリアとなります。オッケー、なるほど、はい、早く松岡さんを助けることができた方が勝利として、うん、今日だけキリトの世話役の称号が与えられます。いいですね、世話役、果たして今日だけキリトの世話役の称号はどちらが獲得するのか、うん、松岡さんも2人を信じて頑張ってくださいちょっと待ってください、頑張ってくださいね、頑張ってください、信長、信長帰ったんだ、信長、帰ったんだよ、それではまずはトマツさんから行ってみましょう。トマツさん、準備はいいですか？オッケーです。はい、それでは用意スタート。はい、このあーこの音、いやプレッシャー、あーすごい、ちょっと待って、セットするのもすごい、怖い怖い怖い、時間かかるっていう、確かにハメるのが強いのかな、ちょっと強いのかな、強いのかな、ちょっと役所カナちゃんの、そうかもしれない、おー、30秒経過、2つ目はソードマッチングです、 OK OK、 頑張ってください、ハメちゃん、ハメちゃん、いいかな、この絵柄がちょっと面白い、がいた部屋にかけられた一番右端にある剣の名前は、青バラの剣、青バラの剣、見つかんないよ、一番右、右、え、知らないよ、知らないよ、何、右、え、何だろう、右あって、ありましたっけ、レンピア、アースナー、レンピア、ちょっと違います、違います、頑張ってください、これやばい、難しい問題の方じゃない、確かに難しい方かもしれない、何、何、何、やばい、何、やばい、
中でもう友情でやりました、ね、そうよね、あ、もうそういうことですね、そういうこと、はい、あ、なるほど、いや難しかった、難しいです、ね、どうでした、やってみて、いやもう時間のプレッシャーと出てこない自分へのなんか苛立ちでもうフリーズしましたわ。ですよね、ごめんな、つぐつぐキリと救えなかったよ。いや大丈夫っす、いやでも演技受けちゃってな、ちょっと怖いですけど、ね、怖いですけど、なんだろう、気になる正解は何だったんですかね、これは めくってみていいですか、じゃあめくってみますね、正解はこちら、こちらです、金木星の、そうだよ、だってアリスとキューバがいた部屋だもんね、確かに、あ、全然絵が思い出せなかった、さっき散々話してたんだよね、そうですね、いい確かにね、うわこれはちょっと、でもね、これ焦ると分かんない、うん、焦ると私もなんか全然出てこなかった、私も全く飲んだっけ飲んだっけじゃあ続いては、ね、うん、カイノさん、いってみましょう、もうなんか逆に応援したい、本当に正解してほしいわ、あ、どうしよう、これなんかおかしくなっちゃう、それではカイノさん、準備はいいですか、オッケー、お、かわいい、かわいい、めちゃめちゃかわいい、いけそういけそう、ではでは行きますよ、よーい、スタート、頑張れ、頑張ってくれ、一つ目は弓矢松尾で対決です、いやこの音怖いね、怖いですよね、弓矢ちゃんが立ってる方が、意外にこれ難しい、食べるのはちょっと難しそう、慎重に頑張ってください、頑張れ、いけ、あー、もうちょっと強い方がもしかしたら、強い方が、頑張ってください、したゴムに叩かれたパチン、威力がねすごすぎますね、キリトが怖い、やばかったよ、何色なの、私結構いろんな色言ったんだけど、正解は紫です、え、言った、紫言ってない、いや、そっか、いやあ、ということでこれはちょっと分かんなかったわ、ね、私の難しかったですね、これはもうそうですね、ということでどちらもアウトだったので今日だけキリトの世話役はなしという結果になりました、キリトごめん、本当にごめん、本当にごめん、難しかった
ントですよね。難しいですね。ちょっと私たち10歳ぐらい老けたもん。ねえ、なんかね、心臓早くワクワクしすぎてちょっと、うん、エネルギー結構持って帰っちゃいましたね。私たちもすごいドキドキして回しながら思ってた。10歳の膨らむ音が怖すぎてもう、ね、なんだろう、時間に追われるって何も出てこないもんだね。そうですね。定番の色味たちを言ってみたけど、うん、何にも意外と出なかったしね、紫なかった。なのに紫出なかったな、ね、つぐつぐがね、本当にちょっともう、あれ大丈夫ですか、撃沈してますけど、その飛び散ったゴムとかにさもう救えなかったわ。ナイス。